はい、ドラコン用のクラブと、はい、一般用のクラブって何か違いがあるんですか？やっぱり、ね、距離を争うので、はい、長い方が有利なので長いっていうのと、うん、まあ、柔らかさは、うんうん、最近主流なのは柔らかめ、軽くて柔らかいシャフトを、うん、刺す人は多いですね、ラウンド用よりも。そうなんだ、はい、今は今のがこれがドラコン用で、ラウンド用普段はスリクソンの ZTX、 あ、ZX5 ZTX 結構10年ぐらい前のこれZX5 と ZX7 っていう、まあ、普通の市販と同じヘッドにシャフトはベンタスブラックの 6X ってやつで、まあ、普通の 60g 台ぐらいなんですけど、僕の今ドラコン用のやつは、うん、レーブっていうシャフトの 40S なんで 40g 台ぐらい、女性用ぐらいで、さっきこうやってやってもらった時に、うん、柔らかかった、めっちゃ柔らかかった、うん、多分振動数でいっても本当にレディース近いかなぐらい柔らかいのを僕は使った、ドラコン選手の中で体格がないので、あんまりみんな190とか180ぐらい、大きいんだ、なので、うんうんうん、パワーでガランっていけるんですけど、うんうん、僕シャフトのしなりをこう使って飛ばしてる。だから飛ばし方人それぞれ。なるほどね。ドラコンでもいろんな飛ばし方の人がいる。すごいね。あのぷよぷよのドライバーでね、あんな飛ぶんだもんね。うん、やっぱしなりですよね。うん、柔らかいとね、当たり負けるとかって言われてるんですけど、意外とね。飛ぶんです、負けない。どうやって飛ばしてんだ。今度レッスン受けに来てください。飛距離アップレッスン。あ、飛距離アップレッスンしたい。あの横浜の方にあるので、はい、ぜひ。わかりました。じゃあ次回は、あ、次回は早い、すぐ飛距離アップレッスンやりましょう、お願いします、はい、ちょっと176なんですけど、上げが強いの7番やん、打ちます、ユキです、あー、ちょっと弱いか、大丈夫です、ありがとうございます、風結構上げてますね、ドライバーでいい説あるね、けど、私は5番いやちょっと、起き上がっちゃった、やーそう、いやー全然ダメ私ドライバーでやってみます、ドライバーはね、そうだえ、パー3ドライバー久しぶりなかなかね、しかもティー高めっていう、ティー高めでいくんだうまい、え、めちゃうまい、うまい、うまい、やばドラコンじゃなくてニアピン、もうドライバーですごいっすね、ドライバーであんなうまく挑戦してる、うま、すごいね、すごい、うま、あ、そうです、すごいな、それがドラコンプロ、ドライバードライバーのプロですね、このあれですね、そう、ボイスキャディのキャップを、あ、ボイスキャディのすごい、すごいコラボです。おしゃれ。しかもこのつけてるボイスキャディーっていい感じにもマッチングしてるんですよ。こっち？あ、これこれこう。確かに。あって。これとね。これもマイケルに教えてもらった救い打ちで。あ、風やば。5発で打ちます。弱い、風に押されましたね、強い、いや、いいよ、あー、これは OK 出せないちょうど際どいとこしか攻めてないな普段だったら出しちゃうんだけど、いやいや、これは全然打たせていただきます、ナイスパーです。ナイスパーです。ナイスパー。
一応つこれはでもまあ OK だと思いますけどね。はい、ナイスミス。はいはい、ボギーです。OK ってどこまでが定義なんですか。一応ワングリップっていう。あ、そうですね。四国を、これオッケー。ありがとうございます。もらいます。でもグリップがじゃあ例えば長い人でもその人がワングリップって言ったらワングリップってことですか。例えばじゅいちゃん中弱使ってる人とかがそれはもうヘリクツって言う。ご正論。これだからこれワングリップだ。それはもうヘリクツってやつ。じゃあここ使ってみますか。あ、使ってみよう。あ、どうぞ。それ何度ですか。3度。5度のマイナス2度で3。そっちは？こっちも3度。こっちは硬いんですよ、シャフト。ここが3度って書いてある。なんかじいちゃん、これとかドライバー見たことないですか。何これ。これアメリカの G クラブみたいな感じ。ドラコン専用ではないですけど、まあ、ドラコンモデルがある、うん、ブルートっていうとこのメーカーです。アメリカのドラコン選手が使ってる。うーん、ジョッチでやりますか。硬くない方が良さそうじゃない。そうですね、柔らかい。多分触れなそうじゃない。これはじゃあこれをみんなで。で全然当たんなかったらどうしよう。さやかちゃんからやる気満々で言ったけどね。まあ、でも下も打ちなかったもんね。うん、でもさやかちゃんもさ、試合出てたんでしょ、ドラコンの。昔出てました。長押しじゃない、うん、468ヤードです。うまい。意外と打てたってことは素振りしないかったんですか。確かに。右に曲がる。エイミング。ここです。まっすぐだね。長くない。タイミングが違うんですかね、きっとね。そうなんです。あのもっとブヨンって振りに行っちゃいけなかった。そう、力んで振り急ぐとシャフトさらにしなっちゃうから、さらに戻ってこなくなっちゃうから、いや、そんな感じ。ちゃんと受け止めてから下ろすってやった方が長尺が使いやすい。ダメだった。だって構えた時に長くないって言ってすぐ上がらせた。打ちに行っちゃったね。あ、そう。あ、ヘッドスピードすごい速かった。ちょっとドライバーで僕も左右分かった。 OB だけど攻めよう。攻めのゴルフ。いい方向だと思います。わわわわわ、すごい。あー OK です。ありがとうございます。うまくいった、よかった。ジュさん、もう一回打ちます。もう一回打ってみるか。もっとね、ひなりを感じて。いい感じですか。いい感じです、まあ、右に滑りやすいんで、球がロフトがない分。あ、そういうこと。はい、いや、完璧だ、ジュンちゃん。これ、もう完璧です。完璧。このロフト角の限界です。完璧。ちゃんと3度で出てきます。うん、3度で出てきたね。ナイスです。なかなか打つ機会ないじゃないですか。でもすごいです、2人とも 1,2 球でそんなこなした、使いこなした女子僕見たことないですよ。もう当てに。なんならすごいすごい。上がらないって思わないと打っちゃうね、あれ。あー確かに、うん、4打目。本当は前4の方が楽なんですが、打ったので。大丈夫？なんだろう、まあ、いっか。
と押せるんだったら一回こっち出してなんですけど、うん、ガッツを出すならこの木に直接狙っていく。どっちがいいと思いますか？ガッツで。抜けたらラッキーですよね。あの間当たったら OB でいっちゃう。なんかティーグラウンドでアゲンストだから飛ばないかなと思ったら結構飛んでます。180ヤードぐらいなので6番アイアンでいきます。ちょっと打ち上がってるはずなので。ありがとうございます。多分乗りました。なんか効果音がいろいろ効果音がつきましたね。素敵な素敵な音色でありがとうございます。めっちゃいい。184ヤードもある。しかも意外なつま先上がり。5番ウッドで手前です。大丈夫です。大丈夫ですね。帰ってきました。はい。嫌い。ちゃんとやってます。大事ですね。ナイスメッセージいただきます。すいません。ありがとうございます。79ヤードです。ちょっとかなり上げてると思うので、ピッチングで軽く打ちます。右向いてる。ちょっと右向いてたかもしれない、うん、結構右向いてたかも。グルパッドいます。おお、あれパー5ですね。そうすごい。よし、いけ。惜しい。真裏に行った。惜しい。オッケーバーディー。ありがとうございます。ナイス。いただきます。ナイスね。ありがとうございます。いいよね。飛ぶと楽々バーディーが取れるって本当だよね。うん、嬉しい。え？どうしたんですか？なんか石？あ、石があった。なんかせんべいみたいな。3時間なら確かに何とかできそう。一生懸命口で3時間待てば。初めて聞いた。ナイスバーディー。ありがとうございます。
ありがとうございます。